はい、どうも、シャチクです。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、早速なんですけど、皆さん、これ見てください。ちなみにこのくるくる回るやつじゃなくて、この任天堂スイッチですね。アスモリの同梱版なんですけども、これね、手に入れ方ご存知ですか？意外に知ってる人いるんかな？どうなんだろう？普通のスイッチじゃなくて、同梱版の方ですね。これの入手方法なんですけども、タヌキショッピングってあるじゃないですか。そこをクリックすると、スペシャル商品っていうものがあると思うんですよ。そのスペシャル商品のところに、稀に、アズモリ同梱版のスイッチが売ってます。で、値段の方なんですけども、確か39,560ベルだったと思いますね。そこに関しては、現実の値段と同じで、ちょっとね、そこに関しては 笑いましたね。現実と同じかよっていう。はい、ってことで、まだね、手に入れてない方がおられましたら、ぜひね、手に入れてみてはどうでしょうか。まあまあまあ、毎日ね、根気よくショッピング見てたら、たまーにあるので、ぜひね、購入してみてください。そして、今ね、ロード時間だと思うんですけど、ロード時間さ、このゲーム長すぎないか？ガチで。ちょっと待って、これ、いつ終わるんだろう。結構ね、毎回待たないといけないんですよね。おお、来たー、しずえさん、こんにちは。ってか、おはようございます。はい、ということで、今日も一日頑張っていきたいと思います。で、まずですね、タヌキマイレージを確認させてください。で、確認したのはいいんだけど、特に何もないね。で、今誰がオンラインなんだ？オンラインになったよ、オンラインになったよ。サクマルオンラインになりすぎでしょ。めっちゃオンラインになるじゃん。はい、ってことで、緊急脱出サービスはいいな。はい、ってことで行きましょうか。そうそうそう、今度ね、緊急脱出サービスをちょっと検証してみたみたいな動画もね、ちょっと出していこうと思います。まあ、普通に使うんじゃなくて、何かしら条件をつけて使って検証するみたいな感じですね。おや？会いに来てくれたんだね。いや、たまたまいたからだよ。うん、たまたまいたから話しかけただけだけど、ここの暮らしは気ままでいいね。昼頃まで寝てたって誰にも怒られないんだもんね。お前、ニートかよ。完全にニートで笑うんだけど。てかさ、道盛りのこの島の世界観ってどうなってんだろう。動物たちの設定って、ニートって扱いなのかな。まあ、住民っていうことはまあもちろんわかるんですよ。仕事は少なくともしてないですよね。まあ、老後生活なのか、それとも本当にニートなのかわからないんですけど、ちょっとね、そこは突っ込まない方向でいきましょうか。昨日はよく外であんたの姿を見かけたってみんなの間で噂になってたよ。どういう噂やねん。なんか俺がさ、普段引きこもりみたいな感じで言うのやめてくれない？むしろさ、アクティブに外毎回出てんだけど、むしろ家の中に閉じこもる方が少ないよ。なんか失礼やな。あんたの姿を見かけたってみんなの間で噂になってたって、マジでレアポケモンみたいな感じやな。ポケモンで社畜を例えると、エンテイとかスイクンとか、なんかそこら辺やな。レアポケモン的な。はい、っていうことで、ちょっとシルビアちゃんと話していっているわけなんですけど、やっぱりね、こうやって住民と会話していくって楽しいよね。だいたいね、毎日話してる気がしますね、誰かしらと。島の探検でもしてたのかい？いや、まあ、あながち間違いではないね。まあ、厳密には島の探検というより島整備なんですけど。おや、しゃべり足りなかったよね。何か聞かせて。てか、口癖変えることできないんかな。パインガラムーム。動きやすくて最高だね。ああ、パインガラムームっていうのは、その服の名前のことなんか。まあ、確かにノースリーブやから、動きやすそうだけど、寒くない？ まだ3月だけど大丈夫か。ちなみに、現実世界では今ね、大雪ですね。ヨーって名前なんだっけ？あ、イサコか。あ、社畜さん、実は私、別の島に引っ越そうかと考えているんです。あ、どうぞどうぞどうぞ。あ、ぜひ、ちょっと、まあ、引っ越した方がいいんじゃない？ちょっとうちの島ね、まあ、住民が飽和してるから、まあ、いさこちゃんのことは大好きなんだけど、ちょっと他の島行ってもいいんじゃない？やっぱり挑戦することって重要だからさ、とりあえずいいと思うでいい、これ。どうしよう、行かないでか。あー、まあ、どっちでもいいんだけどな。まあ、とりあえず行かないでにしとくわ、優しいから俺。社畜さんにそう言われたら引っ越すなんてできません。嘘つけ。それ絶対狙ってたでしょ。私引っ越すわよ。絶対社畜さん止めてくれるわみたいな感じで、絶対期待してたよ今の顔は。早すぎでしょ返答。俺が言うだけで引っ越し踏みとどまれてどういうことやね。
よう、キヌヨちゃん、3日ぶりぐらいやな。エイブルシスターズ全然来てないんすよね。で、今日何しに来たかというと、あさみちゃんに話しに来ました。ちょっとね、あさみちゃんと仲良くなろうかなと思っていて、ここ最近通ってるんですよ。まあ言っても3日ぐらいサボってたんですけど、これってもしかして3日ぐらいサボったらカウントゼロとかになるとか、そういうノリじゃないよね。多分話しかけた回数だと思うんですけど、まあ、話しかけた回数というか、話しかけた日数か。それでね、仲良くなると、ちょっとね、とあるものをもらうことができるんですよ。まあまあ、そこに関しては後ほどね、動画でご紹介させていただこうと思うんですけど、ちょっと何日か話しかけないといけないよね。何回ぐらい話しかけないといけないんだろう。多分10回ぐらいかな。まあ10回だと少ないんかな。どうなんだろう。まあとりあえずね、これから毎日話しかけに来ようと思います。はい、ってことで、今日の仕事終わりやな。さあ、自由や。何して遊ぼうかな。今日の仕事。あさみちゃんと1分間話すこと終了しました。早すぎでしょ。はい、ってことで、ウホウホ島を徘徊していくか。まあ島整備してもいいんだけど、ちょっとね、最近島整備すぎて疲れてきたから、たまにはね、落ち着いてこうやってね、島をいろいろ巡ってみるのもいいですよね。まあなんかこうやって巡ることによって新たな発見とかもあるかもしれないから、そういったね、なんかことってのも結構重要な気がする。はい、ってことで、ちょっと案内所の方にやってきました。で、マイルもらいましょうか。そう。タヌポートにアクセスすると、マイルがね、もらえるんですよ。で、2日連続ボーナスということで、80マイルと。マイルってさ、がっつり稼ぐというより、こんな感じで毎日コツコツ貯めていくもんだからさ、こういうね、地道な努力で重要ですよね。で、タヌキショッピングに来たわけなんですけど、なんかレアなものはないな。とりあえず、ケケスカを買っときましょうか。他は特に掘り出し物はなしと。全然スペシャル商品じゃないんだけど。で、これで終わりでいいかな。今確認したら意外にマイルが揃っていたので、ちょっとね、レシピを買っていこうと思います。そう、石壁ね、まだ持ってなかったから、これをね、ゲットしていきたいと思います。で、他にも何かあるかな。なんか知らない間に5240も溜まってたんだけど。まあさっきまで6000ぐらいあったんだけどね。すごいな。ね、知らない間にマイルって溜まりますからね。さっきまでなんか1000とか2000しかなかったのに、気づいたら5、6000ぐらいあるみたいな。はい、ってことで、洋風の柵をプリントしていますということで、洋風の柵もゲットしていきましょうか。そうなんすよ。まだね、柵とか、あとね、地面に貼るタイルとか、まだね、全部ゲットできてないから、それはね、一通り変えていきたいですね。で、他何かあるかな？ストーンアーチはいいわ。工事中看板で。他なんかないかな？街灯はなんかこの間買ったし。他何かありませんか？そうそう、ソーラーパネルとかサッカーゴールとか怪獣とか欲しいんだけど、高すぎないか？ 5000 とか。そんなにマイルないんだけど。他は掘り出し物なさそうやな。どうしよう。プールいいよね。プールもいいな。パブリックベンチか。他何かあるかな。石碑か。石碑安いね。800。安いな。ベル引き換え券か。よーし、ということで、案内所後にしてやっていきましょうか。ところでさ、もうすぐ3月が終わると思うんですけど、まあもうすぐっていうか明日で終わるんですけども、皆さん、調子はいかがですか？今さ、多分春休み中ですよね、皆さん。まあ、春休み中ということで、おそらく、まあ、もうすぐ、まあ、会社だったりとか、あとはまあ、あれですね、学校も始まると思うんですけども、だいたいいつぐらいから始まるんだろう。まあ、例の件があるからさ、まあ、延長されるのかなと予想してるんですけど、どうでしょうか。ちなみに僕は4月以降、くっそ忙しくなるから、ちょっとね、動画投稿頻度がかなり減ると思います。まあ、多分半分ぐらいになるんじゃないかな。3月はね、ちょっと特別にいろいろね、動画をたくさん上げてたんだけど、多分半分ぐらいになると思いますね。まあ半分でも十分多いけどさ。はい、ということで、斧を作っていきましょうか。そう、ちょっとね、気になる木があったので、斧を作って伐採していきたいと思います。そういえば、みんな気づいてるかもしれないけど、今作の斧って、従来の斧と比べると壊れにくくなってますよね。相当ね、耐久性が上がってる気がします。まあそれに関してはね、かなり嬉しいんですけど。ただね、金の道具がぶっ潰れるのはやめてほしい。はい、ってことで、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。